このリズム言うたらやっぱり、はい、ケンティーでしょ、任しといてや、はい、ということで、まあ、アホみたいな顔してね、はい、アホみたいな歌を、はい、アホが歌うという、はい、いい感じにできたんちゃいますか、これ、はいはい、アルバムも出てて、なんかかっこいいケンティーグロスが目立ってますけども、はい、やっぱ僕はアホなケンティーグロスがね、アホっぽい感じのケンティーグロスがやっぱり個人的には好きなので、これいいんじゃないでしょうか、うん、どうでした、うん、そうやな、でもまあ難しい、おもろくするっちゅうのは一番むずいやろ、むずいむずい、なんかカッコつけるの結構簡単やろ、うん、そうやな、簡単っていうか、なんかこう、うん、なんかそれっぽいこと言ったらかっこよくなるやん、うん、なるなる、なんかこうアホっぽいことするのがね、そうやな、一番難しいっていうか、うん、難しいからもう、もうアホって言うたりしたまあでもなかなかおもろいのできたっちゃいますね、あと、リクエストでね、うん、ピタゴラスイッチにケンティグロス乗ってくださいみたいなのありましたよ、ね、難しそうやな、こう、韻が転がるみたいな、こう、イメージなんか、わからんけど、繋がっていくやん、いやもうだから、セックスの話したいんじゃピタゴラスイッチ怒られる、NHK に怒られる、うん、まあまあ、ということで、今日はこんな感じで、ありがとうございました。